断崖絶壁超ど危ないころでじゃすない、あのお寺。よ。僕このロケーションめっちゃ好きあでのす。男の子はみんな好きだと思うね、こういう。これどういうこと、これ。現場です。はい、現場です。ちょっと今日は今滋賀県に来てるんですけど、なんか滋賀県の多賀町で、まあメインで行こうと思ってる配送はあるんですけど、なんか途中にめちゃくちゃ別の配送があったりとか、なんか小学校跡とか城跡みたいなのがすごいいっぱいあるんで、気になるものを見つけ次第片っ端から取材していこうと思います。はい、わかりました。ちょっとこの動画はね、あまりにも見るべき場所が多いんで、もしかしたら1本2本3本ぐらいになるかもしれないですけど、まあお楽しみにということで、はい、ここからちょっと取材していきたいと思います。行きましょう、頑張りましょう今日も。はーいっす。はーい。変わった屋根の、やっぱ雪が多いから三角屋根みたいなのが多いですね。なんか昔はかやぶきだったんだろうなって人の仕事。この赤字は全部昔のなんか村の名前とかですか？あ、そうですそうです。落合今あった新谷とかいうのは、そう、以前も大正火山があったところなんですけどね。なんか多分この辺とかも集落だったんですよね。そうですそうです。今はもうあの廃村というか、そうです、なくなってしまってるって感じなんですね。はい、廃墟になってます。あ、でも結構多いですかこの辺やっぱり。そういう場所、場所ね、何かしかもポツン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 とこうやってあるぐらい、形ですけどね。みなちさん町の方に移住されたっていう感じなんですね。なんか移住があったんですか、そういう時期的に。いや、やっぱり生活するのに不便なんですよ。あ、雪とかもやっぱりすごいからってことですよね。はい、ああ、なるほど。それでもうほとんど町に出て、はい、うん、生活の拠点がもうやっぱり町になってしまいますからね。山間の集落はそう、なかなか岐阜とかも結構僕ら行かせてもらってたんですけど、はい、やっぱり雪とか災害で町の方に移住されてる方多いですもんね。うん、やっぱそうなんですね。もしよかったら心で迎えの蔵で、はい、カツラの木っていうのもあるんですけどね。はいはいはい、樹齢も何百年かな。もう相当大きい。結構大きな木なんです。はい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 。うん、まあ、よく時々行かれる方もありますからね。ああ、じゃあちょっと見てこようかな、はい、せっかくなんで。で、はい、ああ、すいません、お仕事。ありがとうございました。どうぞ。ごめんなさい。ありがとうございます。じゃあちょっと、お腹すいたんで、蕎麦屋さんがあったんで、寄ってみたいと思います。やってるか？旅の醍醐味ですよね、これが。そう。あ、まあ、営業中だってるんで、多分やってんじゃないかな。大きい方が下、このラディッシュの天ぷらで、これが辛味大根、まあ、薬味かな。最初は何もつけずに食べる。本当にそれ、うん、最初はね、本当かよ。つけた方がうまい。結論、あ、美味しい。いや、やっぱそばいいな。いいね、マジで。うん、完食しました。ちょっとこれで終わらないのがヒストリカなんで、ちょっとこれからかき氷を食べたいと思います。かき氷来た。自分でかけて食べる感じなんですか。そうだね。すごい。お待たせいたしました。うま。フルーツ感すごいね、ちゃんと。完食しました。早い。はい、現場です。そばをいただいてお腹いっぱいになったところで、まあ、廃村ですね。廃村の名前が霊前今畑集落っていう場所があるんですけど、ちょっとそこに向かいたいと思います。で、さっきあの案内のお父さんに聞いた話だと大木があるみたいな案内もされたんで、ちょっと時間あればそこも行きたいなと。桂の大木があるみたいな。そうですね。お父さんの一押し、おすすめしてて、だと思います。っていう感じで、ちょっとまずはじゃあ今畑集落に向かいたいと思います。行きましょう。そうだよね、帰りもどうなるんだろう。まあ、あんまり考えたくない。あ、これは解散の後。集落
っぽいね。はい、現場です。いや違う、あのね、今畑集落に向かってたんですけど、途中でちょっと気になる場所があったんで今降りたんですよね。そしたらちょっと今周り見せますけど、なんか集落っぽいは集落っぽいんですけど、まあ、人の気配が全くなくって、であれね、もう断崖絶壁どころじゃないあのお寺、これなんでしょう。でもなんかこの場所に関してはね、そのまあ Google マップで見てるだけなんですけど、僕ら地図に載ってないんですよね。なんかお寺は載ってるんですけど、これがどういう集落かっていうのが、あれ地図だよね、書いてるの。あれすごいよね、地図で来たんだよねきっと。あれすごいな。なんかもうでもそのうち崩れ去るよねあれ絶対。まあ、ちょっとなんか本当に廃村なのかどうなのかって感じなんで、まあ、ちょっと気になるとこ見てきますか。いやもうこれとかね、本当に多分放置されてだいぶ経ってると思うんですけど、水は出てる。本当だ、水はこれ山の水ですねきっと。でこれも廃墟ですよね。これは何だろうね、不思議。これ何、これお風呂違うかな、なんかお風呂っぽいよね。ね、釜になって洗濯場とかかな、それか。なんかレンガ造りで、ここもなんか水道ですよね。これもう枯葉がで埋もれてしまってるけど、水道だった跡、この釜はなんか不思議だな。ちょっと何か分かんないんですけど、もし分かる方いたらコメント欄で教えてください。お風呂、お風呂じゃないと思うな俺。お風呂なんかな、いやでもなんで外なの。なんかあれだね、そのこれまで廃村とはちょっと違う感じがするよね。なんかそうだね、今まで来たとことは違って、なんかわかんないけど違う感じがするよね。うん、ここがどういう場所なのかわからないってもでかいですね。今たまたま発見してみてるんで、なんだろう、結構主体数多かったんじゃないか。このそうですね、上の方に家がバーって立ち並んでるんで、ちょっと上の方見ていきますか。これ木だよね、木。ね、これすごくない？この木。なんかシンボリックな。そう、この村のシンボルみたいな。これやばい。ちょっと岡安さん。あ、これは。僕このロケーションめっちゃ好きです。うん、あの男の子はみんな好きだと思うね、こういう。うちのチャンネル見てる人なんてこういう景色めちゃくちゃ好きだと思うんで、今から歩きますね。やばいやばい、これは。あ、これがワクワクしてる。いやこれ。皆さんどうすか、ワクワクしませんか。やばいなこれ、すごい。ちょっと景色見せたいんで、あの岡安さん邪魔なんで映さないですけど岡安ファンなんていないと思うんで、あの、はい、しばらくしばらくこの風景だけをお楽しみくださいということで。いやすごい、なんか迷路みたいだ。これ梅の花、きれい。この上にも行けるし、これじゃないか、うん、ここ多分昔は道だったんですけど、ちょっと今は崩れちゃってて行けないですね。まだまだまだ上に家がいっぱいある。あるね、ちょっと行ってみますか。あ、どうぞ、カメラからちょっとお返しを自重してもらって今日のとここのホースなんだろうね、水かな、やっぱだいぶ道は荒れてますが、だいぶ人が来ていないと思う。そうだね、人来た形跡はないね。いたいた。この辺割としっかり、ガラスだしな、なんかこの辺年式新しそうじゃない。これ あの奥の家とかもすごいわ、めちゃくちゃ崩れてる。いやすごくないこれ、
遺産じゃないですか、これは。これ遺産だよね、これ、うん、めっちゃ道に瓦が落ちてるんですよね。ね、これこの先歩きやすいようにこうしたいんですか。いや、そんなわけないでしょ。これすごいな、マジで。たまたま発見したんですけど、よいしょ。こっちはでもなんかこれはやばいね。取り壊し跡、これあれ、屋根だったものですよね、これ。でもなんかこれはちゃんと壊したっぽいね、うん、ちゃんと。で、まあこうやって上にも行けるんですけど、ちょっとこっちも。この家は人がいそうな雰囲気は、なんかたまに帰ってきてそうな感じはしますね。ちょっと手入れされてるんで。そうだよね、きっと暮らしてると思う。だよね。なんかすごい庭の植物とかも手入れされてる感じするし。まあ、陶器無人とかそんな感じかな、やっぱここも。これね、入谷集落は近隣の今畑、落合とともに旧良善村を構成していた集落の一つであり、伝承によるとその昔この付近にあった城から下った人々が住み着いてできたのがこの場所の始まりであったといいます。現在は多賀町に含まれますが、多賀方面への道路が開通するまでは交易はすべて彦根方面と行われていたようです。地勢上、集落に田地は存在せず、傾斜の強い畑地では主にごぼうが栽培されていました。住民のなりわいは古くは全戸が小引きでしたが、近代に入るとほとんどの住人が林業に従事しました。集落は戦後の1955年に大火に見舞われ、わずか2棟を残しほぼ全焼しましたが、山林資源に恵まれていたこともあり早々に復旧されました。しかし他の山林集落の例に漏れず、戦後の高度経済成長による影響で人口は徐々に減少し、1990年代には定住者がゼロとなりました。ちょっと一番上と思われる場所まで登ってみますか。神社だね、あれ。あ、神社あるんだ。これいいね。本当だ。ちょっと神社を発見したんで。でも神社見れば大体さ、その場所に人が戻ってきてるか分かるよね。そう大抵神社だけは手入れされてるじゃん。管理が。そうそうそう。さっきがちゃんと。あれやばくないですか。あれどうなったら、あ、倒れるぞ。固定してなかったみたいな、なんか風で飛びましたみたいな。ドミノみたいに倒れてんじゃん。これは想定してなかったな、このパターンは。そう倒れるみたいな。これどういうこと、これ。これどういう建物だったんだ。トイレ、これ。もしくは、あ、トイレだな、これ絶対。これトイレですね。皆さん、これ多分ボットンベッドだと思うんですけど、トイレの下側を見れるってこれ貴重な映像なんでこれはなかなか見る機会ないですよ、これ。結構珍しい、うん、この辺の家はしっかりしてるな。あ、で、あれが神社ですね。でもさ、あれなんていうの、締め縄、締め縄じゃない、なんか、うん、もうちゃんとあるんで。何これ、小山、小山祭。災いが山火事とかそういうこと、災害、それか。何神社っていう書かれてるであろうあれがなくなってるんで分かんないですね。この蔵はもう骨組みになっちゃってますね。でもこれもなんか勉強になるよね、こうやって作ってんだみたいな。確かに確かに竹なんだね、この壁の中身って。竹で張って土壁やってみたいな感じなのか。へえ。これもすごいな。あれ多分炊事場だよね、昔の。ん？炊事場？その料理とかする。あ、確かにかまどっぽいね、あれは。
明らかに。さっきのやつもかまどだったんじゃないかな。そうかも。でかかったな、そしたら。うん、だいぶでかい。大家族用の。なんか神社の道はなんか整備されてますね。高くないかこれ。ちょっと気をつけつつ行きましょう。なんか2人以上で乗ると危なそうなんで順番に行きますね。あ、もうすぐ神社ですね、これ。これまたいい雰囲気。なんか鳥居からがこう一本道じゃないっていう。そうだね。いや、なんか住みたいもんな、別に。さっきのお家とか。ワクワク。あ、これはなんだ。これ国旗掲揚するための棒だ、これは。狛犬さんですね。多分この上にお社があると思うんですが、なんか神聖な雰囲気をひしひしと感じますね。ちょっと登っていきましょう。よいしょ。ああ、結構高いところにありますね、やっぱり。木の根っこすごい。ご神木がめちゃくちゃでかいですね。よっしゃ。おお、こんな感じで神社が現れました。よいしょ、よいしょ。まあ、こじんまりとはしてますが、でもなんか明らかに手入れされてますね、ここは。なんだろうね、この紐、ね、なんか平成25年、なんか生年月日と名前かな。そう、名前が書かれてる。なんか子供が生まれた時とかにやるんかな。いや、わかんないけど、なんかそういう文化というか風習があったんでしょうね。おそらくこの集落は多分定住してる人はいないんですけど、元住人の方が帰ってきてますね、定期的に。うん、なんかこうやって集落から降りていくときにさ、あの断崖絶壁の寺が遠くの方に見えて、マジでこのロケーション非現実的で気に入りましたね、僕。おお、なんかこの上のこれ何？いや、なんか器具っぽいね。文明からくりがある。これなんだろうね。文明乗り切ってですね。これ焼却炉っぽい。これは。え、お、あ、でもなんかあそこに機械があるな。これは何でしょうか。これも、え、これなんだろう。なんかの器具っぽい、なんか農業用のなんかだね、うんうん、きっと。モーターっぽいよね。こっちでもなんか。まあこれもあの分かる人コメントで。僕ら何にも分かんないんで、すいません。ちゃんと分かる人来てくれるから嬉しいよ。そうですね。なんか異常に詳しい人たまに来てくれる。あ、すごいね。見渡せるっていう。あ、こ。すごいね、あの寺、皆さん見てください。あれ、寿命いくばくもない、なんか今のうちかもしれないですね。あ、本当そうだよね、あれ、うん、あの寺を見れるのが。あ、なんか石碑あるよ。なんて読むんだろう、これ西坊家、西坊西坊家屋敷跡。なんかここの土地の人が建てたんでしょうね、記念碑というか。うん、多分そうだろうね。なんかふるさとを出ていくときにきっと建てたんでしょうね。なんかいろいろ感じるところはありますが、なんかでもやっぱ名残惜しかったんだろうね、こういう。いや、まあそうだろうね。なんか残すっていう、もう先祖代々の土地を出ていかなきゃいけないっていう。
あそうだね、この辺は本当雪がすごいらしいんで、なかなかねお年寄りとかが住むには大変な場所なんでね、やっぱ高齢化が進んじゃうともう本当集落がでの生活が維持できないっていう状態になっちゃうんでしょうね。やっぱりトイレはこう剥がしてやる、なんかさ、これトイレ、トイレなんですけど、これ作り一緒だよね、全部トイレの作りが。でもなんか昔の家は確かにトイレが別になってるイメージはあるけど、なんかここまで作り一緒っていうのもなんか、うん、なんか決まってたんかな、トイレの作り方みたいな。なんか本当異世界迷い込んだ感覚だな。なんかこんだけ人が住んでた痕跡あるのに、もう誰一人として生活してる人がいないっていう。でもねえ、なんかもう この世界にも我々しかいなくなったような感覚ですね。いやーいいなこの集落の風景。あーでもなんかさ、この正面から見るとちゃんとしてそうな家も、こうやって裏から見ると結構崩れてますね。でこれ、これですね、さっきのトイレ。これやばいな。この石垣が超いい仕事してるってなると、確かにこの石垣のおかげでこのトイレが、でもやっぱ裏はもう全然崩れてますね。こんな感じで瓦とかも剥がれちゃって、もうスケルトンだな。ここはもうなんか崩れ放題だな本当に。うん、もう間取り分かるレベルで壁が崩壊してますね。なんか上に、いやここいいな、この道もまた。よいしょよいしょよいしょ。この上は特になんもなさそうか。なんか家があってたんかな、ここも。でやっぱこれさ、もう標準なんだね、この設備は。やっぱかまどじゃないのかな、これ。かまどな気がするけどな、俺これ。これお風呂の気がするやっぱり。いやちっちゃいんじゃない、お風呂にしては。だって外じゃなくない、風呂。いや外気持ちいいや。雨降ったら入れんやん。入れる入れる。なんかこの木印象的ですね、すごい。やっぱシンボルか、これが。なんか村のシンボル的な感じですね、本当に。もう多分枯れちゃって上の方とか伐採されてるんですけど、こんな感じ。あ、でも看板ありますわ。あ、毎月第1日曜ふるさとの日。なんかあれかな、集落でさ、その毎月の第1日曜は帰ってきてなんかやりましょうっていうあれがあったんかな、昔は。最初我々が来た道がここ。そうですね、こっちから車で来て、このまま多分これが集落の正面だと思うんで。そうだね、こっから向かって右側、うん、あの溶岩寺がヤバすぎるインパクトの。あ、これ、ね、あ、これっすね、浄土真宗本願寺。本願寺派紫雲山って読むのかな、これ、うん、溶岩寺。あれアクセスできるんかな。それと右の道はこれ、うん、こっちかこっちだよ。あ、どっちか。梅の花が咲いてますね、どこも。これ、これまた人の家だったっぽい場所。あ、確かにこの設備あるもんね、これ、うん、これ絶対あるんだよな。で、このトイレね、もうテンプレート化されてるか。タイルがすごい。ん、こっちからは微妙か。行けなくはないかもしれないけど。いや、このでも下から見たインパクトやばいね。でもさ、ちゃんと補修を頑張ってるよね、あれ。あれ柱で支えてあるよね、よく見ると。なんとか持たそうと。危ない危ないぞ。確かにクランプみたいにしてある。そう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 、ちゃんと水もさ流れるようにさ、うん、ホース通ってるし、ホースというか管。いやすごいな。
でもこれ本当いつ崩れてもおかしくないですね。昔はどのあたりまで地面があったんだろうね、これ。だからかな、その元住人の方たちが資金募ってやってるのかな、自費で。でもそれもさ、その住人の方がみんないなくなっちゃったら、まあ、あのお寺も補修されることなく崩れるままになっちゃうとは思うんで、うん、まあ、あるうちに残せてよかったっすね。でこっちの道から行けそうですね。よいしょ。両岸寺は1471年に創建された浄土真宗本願寺派の寺院で、本尊は阿弥陀如来です。1955年に発生した大火によって両岸寺も全焼しましたが、その後彦根市にあった廃寺を移住し再建されました。現在でも集落の元住人が集まる際の拠点となっており、集落が廃村となった後も元住人の交流の中心地としての役割を持ち続けています。あー、すげえ。結構たくさんの人住んだんじゃないかな、この。うん、なんか家多いしね、うん、あ、これトイレですよね。これトイレはあるんだ。もう見てわかるもんな、もうわかるようになっちゃった。ちゃんとお寺にはこうやって、まあ、ちゃんと道が作られててアクセスはできるようになってますね。やっぱこの進入禁止エリア、ここがもう崩れちゃっててだいぶ危ないね。そうだね、ここに力加わると、そうだね、ガーンっていきそうだもんね、これ。うん、まあ、でも立派なお寺ですね、本当。なんか集落の規模からするとおっぱの岩陽寺はもっと大きかったけど、でも立派な方ですよね。そう、立派でしょ、あれは。ね、太鼓もちゃんとあるみたいな。空き缶。空き缶プレス機。花子さん。花。で、なんかここに高千穂って書いてあるんですよ。市のあれなんか。缶セットしてあるわ。そう、奥に。うん、いや、ここにだってこのめちゃんこになるんだろうね、きっと。でもなんか公民館がないんで、多分こう見た感じ、そういう機能も持ってた。なんかも寄り合いで集まるって言ったら多分このお寺に集まってたんでしょうね、昔は。まあ、今もあるかもしれないですけど、もしかしたら。うん、まあ、神社とかは綺麗だったしね、確実にまだ人は帰ってきてると思うんで、っていう感じでしたね。いやー、面白いね。そう、なんかすごい興味が、思いがけない発見でしたね、この集落は、本当。っていう感じで、あの、今日あくまでメインは、あの、霊山今畑集落っていう場所なんで、まあ、多分動画的には日本とか分かれると思うんで、ちょっと今から別の廃村に行きたいと思います。いや、動画のご視聴ありがとうございました。ヒストリカは地域のこれまでの歴史とこれからの歴史を発信する地方創生メディアです。このチャンネルを気に入っていただけたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。